はいさーい、今回ですね、格闘ゲームの世界チャンピオンが来てるということです。素人がね、世界チャンピオンに勝てるかっていう現状ですね。でもね、格闘ゲームって言ってもね、格闘ゲーム、ね、普通の格闘技とはわけが違いますよ、ね、本当の格闘技は、素人がプロに勝つことは全く不可能ですね。まあそうだね、怪我しちゃうしね。でもね、格闘ゲームで言ったらね、素人の、ね、ワンチャンあると思います。ビギナーズラック、ビギナーズラック、格ゲーだったらね、ヒョードルにも勝てるんですよ。ね、どうも、大阪から来ましたキャメです。よろしくお願いします。キャメさん、はい、見た目勝ってるぞ。身長も勝ってるよ。タケさん、自信の方は自信、まあ、あれですね、一応梅原の動画とかよく見てるし、全然負ける気しないですね。梅原の動画ばっか見てるから。なるほど。ちょっと髪型、梅原さんっぽいしね、今日。そこら辺からちょっと入ってるみたいな。完全に今日梅原になってる。竹原お前はな、人口入っとかなんですよ。キャメさん、自信の方は、こういう方は動画勢って言うんですけど、スポーツ観戦でおじさんとかがもっとうまくできるっていうのと一緒で、アマチュアには負けない程度に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。どっちもセットだ。どっちもね、コメントがバシバシしてるからね。じゃあ早速やっていきましょうか。じゃあ今回検証するゲームはこちら、ザ・キング・オブ・ファイターズ14というゲームですね。まあ、ルールとしてはまあ3対3で戦う格闘ゲームなんですが、今回たけしがちょっと初心者ということで、この1キャラだけ使うシングル戦で10回ちょっと検証していこうと思います。俺ね、もうとりあえずスト2はもうやり込んだからね。スト2はだいぶやってる。やったことないです、スト2。スト2はもう、秋の頃にいっぱいやってました。あれですか、波動拳出せるんですか。いろいろなっちゃう。勝利拳出せます、大丈夫ですか。ハンデでパワーゲージマックスっていうのあるんで、やってもらって大丈夫です。あ、そんなハンデもらっていいんですか。大丈夫です。ハンデもつけるか。まあ、最初はね、まあ最初はフェアにいかないです、最初は。女キャラに右はまだ強そう。お、強そう。おおおお、スタンドみたいな。肩と腕がまだ本当。うわ、すごい。開幕。なんか、ナコルが飛んでいってますね。なんだこれ、早いなこれ。タキシー、タキシー、ガスするからね。一人だけ、チーム使ってないのこれ。早くないこれ。タキシー、頑張れ。あ、もう、キャメさん、すごい、なんかもう、作業感に。画面欲しい。60秒やったんですけど、たけし13秒しか行きます。ボタン押してるんだか、これ。反省じゃないの、これ。反省じゃないね。おっしゃ、上げた。ストリックフルム。あはは、何これ。なんか、高田突っ込んできましたね。減った。ないんだからこいつ。パーフェクトでしたね、今。おかしいぞ、これ。暴れられない。たけしは死ぬ間際、これ光るっていうのがなんか義務付けられてるの。住所になってますね。住所が画面端になってます。強すぎだろ、これマジで。でもさっきよりは。さっき半分減らせたらもういいぐらいじゃん、これ。うわっ！やばい！確定か、ほら。そろそろちょっと心折れてきましたね。必要なところが。ああ、くそー、これ。なるほど、分かった。
った上から落ちてくるのを押せばいいんだよ、これ。そうだ、そうだ、上から落ちてした上から落ちてくるのを押せばいいんだな、なるほどな。おー、抜けた抜けた、住所が、近くもできた。いや、来たから、あ、近くが見えるの今、おかしいだろ、これ当たってたろ、今。おー、あれですね、たけしが源泉にいるやからになりました。あ、なるほど、これだ、これさっきから飛んできてるんだけど、ガードしてるんで、そのガードした時に掴もうかなと。これ投げキャラなんですよ、このキャラ。なるほど、投げた方がいい、ここまでされたら。さすがもう、暴走機関車って言われてるけど、結構考えてます。考えてますよ、ここまで近づかれたら投げりゃいいかなって考えて。それ、お、もしかして。おっしゃー、それは、あ、惜しい惜しい、やばい、全然わからん。あ、これだけで殺すつもりだ。バキだろ、これ。バキの技だろ。バキの技だろ。ユージローがよくやるやつ。ゲームは常に相手を分析しながらやるんですよ。なるほどね、まあ、学習してるね。なるほど、相手の行動を読んで戦う、それが格闘技です。なるほど、それが醍醐味。醍醐味。左がたけしね、右がキャメさんね。よし、落としていくよ、落としていくよ。あ、乗れや、墓に乗れや、墓に乗れや、マジで。下ボタンキック、下ボタンキック、下ボタンキックで、そうそう、あ、かかと閉じ込んでる、そうそうそう。やばい、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 なんで俺だ。やべえ、お、あっしゃ、うまい、あっしゃ、下ボタン止まんないよ、お前。おっしゃ、下これ、あー、頑張れ。かかと落としたけど、たけしが死んじゃう。たけしが、よっしゃー、落とした、落とした。たけしも同じことやれば勝てるじゃん。そうだよ。あ、なんで。できない。これやべえぞ。はい、はい、おっしゃ、こい。あー、重ねられた。あー、じゃあ。お前さ、ちょっとハンデで、ハンデで、あの体力こっち 50% っていうのがあるんで、はいはい、これにしてみます。じゃあキャメさん体力半分で、ゲージマックスでハンデの一番上のやつを使ってみてください。あ、お願いします。それでいけます。もう無理だ、これこれちょっと厳しいですね。一回必殺技当てたらもうおしまいです。そうです。おお、わ、それに震えながらやらないといけないですよ。よっしゃ、キャメさんは世界王者なんで、もうプレッシャーにも強いから、頑張ります。それだけに集中しよう。むしろ一回向こう。何も当ててない。距離離してるよ。いいよ。おお、いいよ。あるよ、あるよ。タケシあるよ。おお、あるよ。惜しいで。いいよ、いいよ、いいよ。惜しい。お、あー、やばい。うまい。あー、惜しい。あー、惜しかった。今一番惜しかった。いけそうな感じがした。なるほどな。タケシ次ラストだよ。よっしゃ、最後の戦い、最後の戦いだね。お、でもなんか、タケシが必殺技、おぉ、おぉ、惜しかった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 、あぁ、なんであんな減らないんだ、おい、惜しくないか、これ。いや、すごい気合い溢れました。いや、危ない。
くないで。さあ。でもキャメルさんが本当に殺しにかかってまだまだチャンスあるよ、たけし。ゲージもあるし。よし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 。もう一回できるよ。あった感じだよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃ強かったです。結果、プロには勝てません。でも最後ちょっと惜しかったね。惜しかった。ヒアセがでもビギナーなんか少しあれだったね。お鉄拳に自信あるやついたらいつでもかかってこいよ。俺が相手しちゃうな。ご視聴ありがとうございました。時間は明日間眠たい真実今を抑え LINE でやり取り都度流れリアルタイム30秒大阪梅田でゲームカフェバーやっております。遊びに来てください。よろしくお願いします。クロスアップっていうところですね。クロスアップというお店でやってるみたいです。